耳から学ぶイエスの再び語りたもうた真理の御言葉51第5話8聞き物語。何人であれこの言葉を聞きながらそれを遵守しない者からはこの言葉は取り去られる。それはちょうど道端に植えられはしたが根付かなかった種のようなものである。私の内なる王国の言葉を聞き一応はすぐに受け入れ喜びはするが、それもつかの間でやがてせっかくの言葉も根付くことなくそのうち忘れ去られてしまう。そのうち何か面倒なことが起きるとせっかくの根も浅いために死んでしまう。それは石のように硬い土地に落ちた種のようなものである。真理の言葉を遵守しなければそれはあなたたちから奪い去られてしまう。魂の中に根を下ろしていなかったからである。真理の言葉は魂の奥深くに浸透し、そこで根を下ろし信仰によってしっかり固定しなければならないのである。真理の言葉とは私は命である、である。私は一切のものを支配する。天上天下における一切の権能が私に与えられている。富もまたその世俗的欲望と惑わしのゆえに真理の言葉を窒息させかねない。富は成長を止めるあざみである。私のこの言葉について真剣に思いをいたすがよい。あなたたちは真理の言葉を聞き今やそれを理解した。ゆえにそれは良き土地に生えて実を結ぶ。あなたたちは人によってあるいは100あるいは60あるいは30の果実を生み出す良き土地であるからである。我々が前回に集まった時に話したようにあなたたちが私を選んだのではなく私があなたたちを選んだのである。私の種をあなたたちの中に植え、あなたたちが私の言葉を受け入れその言葉が実を結ぶ。あなたたちは人によってあるいは100あるいは60あるいは30の果実を生みあなたたちの中に宿るならば私はあなたたちの中にあり、あなたたちは私の中にある。私の言葉はあなたたちの中のパン種である。それがおのずとあなたたちの中で働くがままにすればあなたたち自身がパン種になる。私の言葉はあなたたちの中で湧き上がるように成長するであろう。それは永遠の生命の泉であり、あなたたちの魂と肉体とにみなぎり、我々は一体となって呼吸をし考えるようになる。かくてあなたたちは私の肉を食べ私の血を飲み、かくてまたあなたたちは常時私を念ずるようになるであろう。